ちゃんくん、ぽんちゃん、おはよう。ぽんちゃん、今日は雨です。先週は週末にいろいろと、イベントごとがあってですね、まあまあ疲れ気味なんですが、今日ちょっと、おおよそ仕事は終わっているんですけれども、仕上げをちょっとやりながら、あとは原稿待ちになってますね、という形です。さあ、ジャン君もポンちゃんも、あとはね、部屋の、このカーペットね、これの入れ替えようと思ったんですけど、今朝寒かった、寝てる間結構寒かったので、もうちょっと先かな、慌てて買えなくてよかったなというとこですね。それからお隣の部屋が、未だに段ボールが積んでありますので、少しずつでも、部屋の片付けをしようかなと。この、暖かい暑い日にね、隣にこの子たちが行けるようにしたいなと思います。いろいろやることはたくさんありますよ。ジャン君の一人遊びが始まるのは、だいたい黒犬パパとか青いママが、ジャン君を気にせずに仕事をしていたりですね、ちょっと静かな感じの時に始まるようです。そして、あ、遊び始めたと思ってカメラを回して注意をそちらに向けるとですね、自分が注目されていることをに気がついて遊びをやめてしまいます。ここがちょっと難しいとこですね。ジャン君を見ないようにしてカメラをセットした方がいいかな、次からはね。ね、ジャン君。あっち向いてるよ。
頭に乗せるのはいいのね。ジャックまだ乗せてんの。いい子だね、ジャック。君たちはいつも一緒だね。ぽっちゃん、はい、背中に蜂の乗せている。ぽんちゃん撮影中。スズメバチ乗ってますよ。ポンちゃん、お、ミツロギ。ポンちゃん。ポンちゃんいいね、ポンちゃん。ハチさんがいたらさ、一緒にさ飛べるかもよ。ポンちゃんも一緒に飛びましょう。はい、変なものを買ったそうですよ。変なものじゃないよ、クッキーだよ。湘南満月サブレ、カシューナッツを刻み込んだ贅沢なサブレだって。これがですね、刻みって書いて、どこに書いてあるの？練り込んだ。ああ、俺にはちょっと見えない字が。字が見えないな。練り込んだだそうです。これが実は自動販売機で買いました。そうなんですよ。ずっと気にしてたのね。うん、気になってたというかね。なんかすごい、なんだっけ、あれなんて書いてあったっけ、あの自動販売機。手作りじゃなくてなんだっけ。
なんとかのなんかご当地クッキーみたいな感じで、あのジュースの販売機の横にあって、このここに来た頃からずっと気になってました。はい、はい、で自動販売機でどうやって買うのって言いながら買ってみました。買ってみました。もう一個カフェオレ、ね、うん、さあ食おうぜ。はい、はい、どうぞ。開けてくれる？はいはい。そう、本当はね、プレーン、あ、ちょっと柔らかいからこうやって持って食べた方がいいか。うん、美味しい、美味しい。美味しいの？私も食べてみよう。うん、まおりちゃんの好みかも。そうだ。そう、本当は最初だから一番プレーンのやつを買いたかったんだけど、うん、意外と変わったやつが多くって、うん、これが ね、一番なんか普通っぽいかなって思ったのと、うん、あとコーヒーの味がするのはクロケンが好きかなと思ってそれにしました。はい、な、美味しいよ。あの基本的には、クロケンはあんまりこう味の薄い感じのものは好きではないんだけど、美味しいです。薄い、うん、辛いとか甘いとかはっきりしているのが好きだからね。子供の味覚だから。もそもそしてるのが苦手なのかと思った。まあ、両方だね、それも、うん、二熟じゃないかじゃあ、うん、はい、ということでコーヒーを飲みながらだったらうまいです。うん、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 ジェン君もポンちゃんに負けじと喋っています。はい、何を喋っているかは分かりません。はい、うん、はい、はい、はい、何ですか。